滝沢秀明の新プロジェクトに元ジャニーズ JR、インパクトオーズ、参加。松井荘の意外な芸能界つながりとは元ジャニーズ JR の新グループ、イムップ、IMP が滝沢秀明の新会社、トベ、に合流し、そのメンバーの一人である松井荘、松井とさ3には意外なつながりがあったことが明らかになりました。 彼の親戚は一般的には想像もつかないような世界で活躍する女性芸人だと言います。7月14日、滝沢秀明率いるトベの YouTube 生配信にてイムップの活動が発表されました。 これに先駆けて元 V6 の三宅健さん、元キングプリンスへの平野志耀さんと神宮寺ゆ太さんがすでに参加しており、イムップが続いて発表されたことで多くのファンが大いに期待しました。インタビューでは、イムップのメンバーに新しいグループ名の由来や今後の活動について質問が投げかけられました。グループ名のインパクト、 と、アクターの組み合わせには、世界に衝撃を与えるという意味が込められていたそうですが、新しいグループ名の由来については、滝沢秀明からの明確な答えは得られていないようです。イムップの活動はこれから本格化するようで、インスタグラムとツイッターのアカウントのほかファンクラブが開設されるとともに、YouTube でも新たなコンテンツが提供される予定です。 特に5月25日の卒業以降、再び彼らの姿を見ることができたファンは喜びと興奮を隠せず、お帰りなさい、と温かなコメントを送っています。新しいグループで果たせなかった夢を叶えることができるのか、イムップの今後には多くの注目が集まっています。しかし、メンバーの松井壮には意外な芸能界とのつながりがあることがわかりました。 イムップのメンバーたちはジャニーズ JR 時代から滝沢秀明にお世話になり、滝沢市の新プロジェクトに参加するために退場したのですが、松井荘は滝沢秀明だけでなく、一般的なジャニーズタレントではない芸人との関係があるようです。その関係者によると、松井荘の親戚はお笑いコンビ、ニッチェの近藤久美子さんです。実は、 近藤さんのお兄さんの妻の親戚の一人が松井壮なのだそうで、直接の血縁ではないものの、遠い親戚としてつながりがあるとのことです。この驚きのつながりについて、双方の事務所に問い合わせた結果、事実です、との回答が得られました。これは、松井壮がバラエティ方面で、 活動する際にお笑いのアドバイスをもらえるかもしれないという面白い可能性を示唆しています。イムップのメンバーたちが滝沢秀明の下で新たなステージに挑む姿勢は多くのファンにとって興味深く魅力的なものとなっています。これからさらなる活躍が期待されるイムップと松井壮のお笑い芸人としてのつながりにも注目が集まるでしょう。 彼らの新たな挑戦がどのような成果をもたらすのか、ファンや関係者たちはこれからも応援し続けることでしょう。そして、お笑いのアドバイスを受けられるかもしれない松井壮のバラエティー活動も今後ますます注目されることでしょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。 ありがとうございました。